はい、こんにちは。休校中の皆様にお送りする数学理科の授業、ウェブ朝倉学校です。本日、2020年4月3日、平行四辺形の性質について学んでみたいと思います。はい、4月3日ですが、1回配信しましたが、6日に、より良い形で再収録をして、再授業をしております。それでは、まず平行四辺形の前にその四角形全体の分類を言っておきますと、4つの辺で囲まれた、図形が四角形であります。でその中で特に一組の辺が平行、まあ、平行というのはこの矢印マークで書いてますけど、平行になっているのが台形です。さらに二組の辺が平行になっているのが平行四辺形。さらに平行四辺形の中に、なおかつ 4辺が等しい長さになっているひし形と4つの内角が直角になっている長方形があります。そしてそのひし形と長方形の両方の性質を持ったのが正方形ということになります。それで、平行四辺形の定義は2組の対辺が平行ということですので、例えばこういうふうに平行な線がたくさん並んでる、こう斜め線とそれから横線がたくさん並んでる、組を作ってみると、至る所に平行四辺形が出てくるんですね。これも平行四辺形ですし、これも平行四辺形ですし、これも平行四辺形ですね。これも平行四辺形で、これも平行四辺形ということで、まあとにかく2つの組の対辺が平行ならば全て平行四辺形になりますので、この形だと至る所に、大きさの異なるさまざまな平行四辺形ができます。さて、せっかくですから平行においてその角の名前を確認していきたいと思うんですけど、例えばこの黒の角を基準とすると、その黒の角の反対側の角のことを対頂角と言ってます。頂点の、まあ、対面側の角という意味ですね。そして平行線に対して同じ位置にある角、例えばこの位置と同じっていうのはこれですね。ここの平行線で、ここの角のことを同位角と言います。で、こことここの平行線に注目すると、これが同位角になります。で、こことここの、平行線に注目すると、これが同位角になります。赤で書いたやつが同位角ですね。そして、平行線、対面する平行線で、まあ、この、なんていうかな、対面する位置というか、この、横切る直線に対して、反対側の対面する内側の位置にある角を錯角と言います。これも錯角ですね。で、こことここで見ると、ここも錯角です。で、対頂角並びに平行線における同位角、錯角は全て大きさが等しい。これ、色はいろいろ書きましたけど、全て同じ大きさだということになりますので、合わせて知っておいてください。それでは、次に、平行四辺形の、まあ、定義が、2組の対辺が平行ということが定義なんですが、それから平行四辺形の名前がついたんですが、それに伴って、さまざまな性質が出てきます。で、2組の対辺がそれぞれ等しい。等しいというのは長さが等しいという意味ですね。まあ、中学以降はこう長さがと書かなくても、長さが等しいという意味だと考えてます。それから2組の対角がそれぞれ等しい。対角というのは対面する角です。これが、この丸とこの×が等しいということですね。そして、で、これ3番は、まあ、1番と同じことの繰り返し、1番と定義を合わせたもんですから、まあ、性質という、この1番と分離した性質ということでもないんですが、まあ、これちょっと次の説明の都合上、括弧して3番、1組の対辺が平行でなおかつ等しいということになります。そしてもう一つ、対角線に注目すると、対角線がそれぞれを、お互いを2等分する、それぞれの中点で交わるということですね。で、そうすると、まあ、これとこれが等しい、これとこれが等しい。で、これぐらいの平行四辺形だと、目の錯覚で、なんか、これとこれの長さも全体的に等しいように見えるんですが、そうではありません。もうちょっと潰れた形の平行四辺形を描くと、この長さとこの長さ、明らかに違います。しかし、それぞれを2等分するという性質は一緒なんですね。それでは、次に、平行四辺形になる条件について学んでみたいと思います。先ほど言った平行四辺形の性質と同じなんですけど、逆に言うとその、さっき挙げた4つの性質といった書いたものは、それが満たされれば平行四辺形である、証明になります、条件になります。
例えば2組の対辺の長さが等しければ、こう素材としてこの青いやつと赤いやつがありますね。でこの素材を組み合わせれば必ず平行四辺形になります。でただ角度については限定されませんので、さまざまな形の平行四辺形ができます。次に2組の対角がそれぞれ等しいということは、これとこれと等しい、これとじゃあこの角度を持った素材を組み合わせると平行四辺形ができます。ただその長さは決まってませんので、こういう小さな平行四辺形ができることもあれば、こう縦長の平行四辺形を作ることもできます。でもまあ必ず平行四辺形になるということですね。それから一組の対辺が平行で等しい、これがあえて3番目に入れた理由なんですけど、平行でなおかつ等しいと、ここの長さとかが決まってなくても、ここを結ぶと必ず平行四辺形になります。これまあいろんな平行四辺形が描けるで、中にはこう結果的にひし形に、これとこれの長さが等しいとひし形になる方、これ実はこれとこれ同じ図形なんですが、これひし形だと気づきにくいのであえてこの方向に並べましたけど、これ実は4辺が等しいとひし形になってるんですね。これ正方形ですね。これは正方形です。さて次に対角線がそれぞれ中点で交わる、対角線がお互いを二等分するという、だからこう対角線の方を最初に作っておくと、これをこの中点のところで合わせてやるとさまざまな形になりますけど、平行四辺形ができるということですね。さて整理をしておくと、平行四辺形になる条件というのは、この2組の辺が等しい、2組の対辺が等しければ形は決まらないけど、必ずどう作っても平行四辺形になるということ。この、対角が等しいという条件があれば、まあ、形は一つに決まらないけど必ず平行四辺形になる。同様に一組の対辺が平行で等しければ、まあ、いろんな形ができるけど必ず平行四辺形になります。この対角線についても同様でありまして、だから平行四辺形になる条件ということはこういうことです。さて、以上が本日の学びの内容ですので、あとは実感をしてみましょうということで、ちょっと実際に平行の関係を、まあ、図だけではなくて現物で作ってみたいと思います。こうですね。でこれは素材はホームセンターに売ってるそのバーベキュー用の竹串並びに爪楊枝などを、あとストローなどを素材としておりますけど、身近な素材で今日言った内容が確認できるということですね。それではこれをご覧ください。これはホームセンターで買ったバーベキュー用の竹ひごですが、これをこういうふうに並べてみるんですね。平行の束、そして水な、まあ、斜めの角度だとどうでもいいんですけど、この、それぞれが平行となっている形を作りますと、ここも、まあ、至る所に平行四辺形ができている。これも平行四辺形、これも平行四辺形、これも平行四辺形ですね。これも平行四辺形ということになります。そして基準の角を、例えばここを基準の角とすると、ここが錯角ですね。ここが対頂角です。でここが同位角、ここも同位角、そしてここが錯角、あるいはここが錯角ということになりますので、まあそれがそれぞれ等しいということを確認をしてみてください。それから2組の対辺の長さが等しければ形は違っても必ず平行四辺形になるということをちょっと実感してみましょう。竹ひご、この上下の長さ等しいですね。そしてもう一つは爪楊枝で作ってみましょう。爪楊枝、これも長さ等しいですね。でそうするとそれを組み合わせると必ず平行四辺形になります。でこれはいろんな形にできるんですね。これを直角にすると、直角にするとまあ、長方形という平行四辺形の一種の形になります。でさらに潰れて非常に細長い平行四辺形だと作るんですね。でも必ず2組の対辺が等しければ平行四辺形になるということですね。はい、それでは次に、
角度が等しければ平行四辺形になるということを確認してみたいと思います。これちょっと角度を曲げるために今度はストローですけど、ストローのこれとこれ同じ角度ですね。これとこれ同じ角度で、これとこれも同じ角度にしました。これ内角に相当する四角形の内角に相当するものですね。でただ、2組の等しい角があれば必ずそうなるかというと、一つ条件がありまして、対角が等しい時の条件はこことここを合わせて180度にならなきゃいけないということで、ここを2つ合わせると平行にならなきゃいけないので、その条件で作ってみました。ちょっとやってみますと、こうですね。はい。この2つの角を合わせると、ほぼ平行になるように作ってみました。さて、それでやってみますと、こんな形です。例えばこれとこれを対角で並べますね。対角で並べます。でもう一方こっちとこっちの四隅の対角を例えば、こういう形で並べてみると、ちょっと微妙に手作りなんでずれてますけど、平行四辺形になることが確認していただけると思います。これ平行四辺形ですね。はい、という形。あと最後、対角線によって平行四辺形が様々できるということを、対角線をお互い中点で学ぶ対角線は、このちょっと2つに切ったあの竹ひごバーベキューの串と、長い串をこれそれぞれ中点で結びました。でこれにこの周りに4つの辺があるというイメージで考えていただきたいんですけど、どうなるかというと、こうですね。底辺がここになるように、底辺がここの紙の下の線になるように考えて、そうするとここが平行四辺形になってますね。ここが平行四辺形で、これはこの交わりの方は角度をいろいろ変えても、この4頂点を結ぶと、例えば これぐらいにしてみましょうか。これぐらいにしてみても、これも平行四辺形になってますね。平行こうか、こう平行四辺形になってますので、対角線がそれぞれの中点で交わる形を作れば、形はいろいろ変化するけど平行四辺形ができるということを確認してください。これほぼ直角だと、これ実はひし形になってる、ひし形になってますね。ひし形になってるということを見ておいてください。はい、ということで、本日は平行四辺形の性質について学びました。最後にもう一回確認をしておきますと、平行四辺形の性質ざっと確認してきますと、平行四辺形というのは2組の対辺が平行であるというのが基本的な性質だと、定義だと。でそれで、そうすると2組の対辺がそれぞれ等しい、長さが等しい、そして2組の 対角がそれぞれ等しい、そして1組の対辺が平行で等しい、そしてそれぞれの対角線がそれぞれ中点で交わるという性質が出てきまして、それが実は平行四辺形になる条件でもあるということですね。はい、以上であります。ご清聴ありがとうございました。